昔々のお話です。ケフェウス王とその妻カシオペア王妃の間にはアンドロメダというとても美しい姫がありました。カシオペアは娘の美しさが自慢でならず、ある日ついつい口を滑らせてしまいます。オリオン座には明るい一等星が2つあるんですが、一つはオリオンの肩、赤く輝いて見えていますよね。あの星の名前がベテルギウスと言います。海の妖精ネレイドたちがどんなに美しいと言おうとも、我が娘アンドロメダの美しさの前では霞んでしまうだろう。